はい、じゃあ、妖怪ウォッチ続きやっていきましょう。クエストは 裏で消化してきましたんで、メインクエストをやっていく感じかな。結局、あとここか。ああ、錆びついた自転車。なんか、妖怪が3体ぐらい必要って言ってたやつだね。はい、あれ欲しいけど、まあ、今日手に入ったかな。これは、なんと、黒い太陽とは、古くより、幼児種の間に語られてきた妖怪のこと。見えねえ。空なき。黒い太陽。ほう。奴は心の底にある恨みや悲しみにつけ込み、その者たちの心を惑わして支配する力を持つ。すげえな。心を惑わす。しかも空なきは、かつて多くの妖怪たちを操り、妖魔界滅亡直前まで追いやった。すげえな。じゃあ、巻物によれば、空巻は後にその邪悪な力を封じ込められたそうな。いや、待って、続きがあるようじゃ。なんと、空巻は今から遠くの未来に復活してしまうやもしれん。なんで、だって封印されたんでしょ。復活したらどうなっちゃうの。世界はあらゆる恨みや憎しみ、そして絶望に飲み込まれていくことじゃろう。残念じゃが、それを食い止めるすべはこの巻物には書かれておらねえ。そうか。はあ。いや、世界を救うことができるのは妖怪探偵団と伝説のウォッチ使い。空なきが復活しようとしているから、僕たちウォッチ使いが集まったのかもしれない。ほう。カッパ着ててもイケメンだな。もしかすると、面白い妖怪ウォッチが導く先に、空なきの復活を止めるための答えがあるやもしれん。ほう。って言っても、結局今すぐ何かできるわけじゃなさそうだな。でも最近の妖怪たちのボスは空なきの影響の一つってことなんだよね。また会見案件か。なんかいるぞ。坂見くん。様、ご無事ですか。ご無事ですか。逃げるわけにはいかぬ。こやつ、黒い太陽を倒すのじゃ。なるほど、姫があれなんだ、封じ込めたのか。あ、わ、また黒い太陽の夢。黒い太陽、あれはやっぱりただの夢じゃない気がする。もしかして本当に現実の燃えているお城、どこだろう。あの場所を知ってるような気がするのに。おう、おい、知りたいか、お前の夢の正体を。ハルヤク。家くらい分かった。俺たちクラスメイトだろ。ストーカーでは。その夢の意味知りたくないのか。知りたいなら扇公園に一人で来い。本当に夢の正体を知ってるの、坂見くん。視点同時なら、あ、坂見くん視点同時そのままか。扇公園、視点同時の同時だけで春やって読むのかなって今考えたけど、そんなことはなかったね。多分読まないよね。で、なんでそっちの方連れてるんですか。お父さん、未来に私の方が有能ですよ。お金を買いにする。音も変えられるんだ、知らなかった。ミッキーとした。ああ、すごい忘れてましたね。たまに見つけてたよね。なんだこりゃ。ありがとうございます。ありがとうございます。赤ちゃんもいいですね。なんか変なの手に入れたな。装備だったらいいな。あ、装備だ。憧れのミッチー体型で肉自慢。さあ、みんな一緒にレッツミッチー。待って、それさ、婚活で強化するっていうのがいまだになれない。装備強化できない。ミッチー強化できねえじゃねえか。出会いの第一歩です。
そっか。23でしょ。ああ、素早いお守り。か、コウモリマントか。まあ、じゃあ、ジャボに、ふぶく姫に着せるのはちょっとあれだから。悪い取り付きを短くするだから全然いいもんね。素敵なで見出し強化できないんだよね。出会いのだ、はい、だよね。できない。見出し並みは出会いの第一歩です。ああ、そう、あれからたまにね、ガチャ引いてるんだけどね、サキちゃん当たんないっすね。さっき星5コイン使ったけどさ、末吉だっけ、いっちゃん下のやつだった。一人で来たのに、ああ、そっちは二人じゃないか。ねえ、あの声の人は誰です。あそこは一体どこなの。お前は燃え盛る城でまがまがしい何かと戦っているのではないか。そうだな。その相手は空なき。ああ、えやはりか。坂上くん、お前の夢の正体知りたいんだろ。ならばお前の真の力を示せ。さあ、びっくりした、服脱ぐのかと思った。タイマン、みんな変化、いけ、みんな守りアップ、みんなタフをどんどんかけていくと、漆黒闇の時期、いやいいね、やるじゃないか、さすが。わなんかあれがあるのかな。おお、まだ足りないか。そんなもんじゃないだろう。ちゃんと真面目にやらないと俺には勝てないよ。だから俺に勝ったら全部教えてあげるっていうのに。ゆいちゃん、あ、ケイスケ、なんでついてきたんだ。本気で戦わないといけない。あ、ケイスケがさらわれる。これでどうだ。ケイスケ。やはり。おお、すごい。目覚めましたね。やはりあなたでしたか。あなたこそ我らが鬼族の姫よ。ああ、四天童子、ほ、我が鬼族の末裔か。おう、何、わらわら呼び起こすためにこの者を犠牲にしようとしたのか。あなたがいれば、うん、こんな人間だと。四天童子、この者に手をかけようとしたこと、そこは身をもって償えばいい。戦うんだ。まあ、勝ち目だよな。プレーモノメガ鬼閃光。あ、でもそうか、戦う気はないって言ってるのか。なんだ、全力ダウン。また封印の術、漆黒闇の術。めっちゃ戦い挑んできてるけど、あ、そっか、ウォッチじゃないんだもんな。暗黒の術、ダメージ食らわねえもんな、こっちな。鬼閃光、めっちゃ戦ってるけどな。はい、
強いな。あ、あれが足りない。ここは私に任せよ。暗黒の260。あ、回復するんだ。強いな。それは強いわ。ただあれですね、あれが足りない。 YP が全然足りない。足りねえ技がよ。いやー、 YP が足りねえ。強いんだけどさ。あ、これがあれか。もしかして YP 使わないのか。あ、やった。クソ、さすらい。移動早くね。まあいいか。あ、経験値入るんだ。くっ、凍結。この凄まじいお力、さすが鬼族最強の王と歌われたお方か。無礼者めが。人間の身で力を使いすぎた。おお、戻った。え、姉ちゃん。姉ちゃんだよね。だ、大丈夫。おお、はあ、うん、うん、多分。でもあれは誰か別の人みたいだった。姫、これまでの無礼の数々お許しください。姫、我らが鬼族の姫。姉ちゃんが姫。ええ、先ほどの力まさしく姫の窓。まあそうだね。無理もありません。わからないもの、わからないのも無理はありません。まだそのお力完全には目覚めておられない様子、うん、姫としての記憶もまだ思い出されていないのでしょう。でも姫の人格になってた時はあれだったね。姫覚えてたんじゃない。姫とはエンマが妖魔界を滑るよりずっと昔に君臨した鬼族最強の主家様。ああ、今こそ我ら鬼族の時代を復興するとき、あなたこそが妖魔界を支配すべきお方なのです。お供いたします。妖魔界を鬼族の手に取り戻しましょう。やだやだやだ。お断りよ。姫とか鬼族とか妖魔界とかそんなの私には関係ない、うん、そんなことのためにケイスケを巻き込もうとしたならなおさらよ。しかし、しかし姫。支配しません。しません。はい、私は姫じゃないとは。あ、まだなって普通の中学生。さあ、帰るわよ。うわ、そんなやっと見つけたというのに。結構すんなり引き下がってくれたな。まだいるぞ姫。おはようございます姫。お、ミッチーやってね。黙れ、これだぐわ。はひん、ミッチー。あ、聞いた。貴様らこの方をどなたと心得る。最強と言われた鬼姫、シュカ様の生まれ変わりだぞ。なんだ。謎は姫ってことは、もしかして中の俺は王様は。おい、お前は何も関係ない。ただ普通の小僧だ。普通の人間だ。小僧が混ざってしまいましたね。ちょっと、ああ、失礼いたしました。お父様、あれもしかして結構ちょろいとこです。姫、よくお聞きください。あなたの持つ鬼の力はとてつもない強大です。姫があの時覚醒の兆しを見て、その力を示したことで黒い太陽空泣きがあなたを狙いに来るかもしれません。お、空泣きの目的は世界の滅亡。覚醒した姫の力を取り込めばそれも可能でしょう。うん、妖精剣を集め儀式を行った時、最強の姫シュカ様として真に覚醒なさる。へえー、そういうことだったのか。うん、おそらくは真実だ。おお、カイラ様、また邪魔なやつか。お前たちに新たな知らせがあってきたのだが、四天童子の話聞かせてもらった。夏目がシュカの生まれ変わりとはにわかには信じがたいが間違いなさそうだ。夏目の覚醒した力の反応、風神と雷神からも報告を言うた。おい、うん、今敵対するべきでは、するべき私じゃないとしても、赤き光、ああ、赤き光ね、主家について調べるうちに、まさか空泣きに行き着くとは。
伝承に出てくる最悪とも言うべき妖怪、遥か昔に封印されたはずだったが、ここに来てマイクがちゃんと入っているかが急に不安になったので確認させてください。大丈夫でした。ここ最近起きてきた妖怪たちの暴走は空なきの影響と見て間違いないだろう。あの袋に残された余計も伝承の通りのようだった。調べによると、空なきの妖力に取り憑かれた妖怪は神魔、心を失い体を蝕んでただ全て破壊するだけの存在と変貌させる、まさに空なきウイルス。そうだ、よし、なるほど、行きましょう。ならば私も行きましょう。お供いたします。あ、いえ、それはちょっと出た、また三件頼んだぞ。しばらく姫の護衛として同行することになった。助かります、戦力が多い方がいいんで。はい、クエストだよね。あ、違うね。ジョログムだったか。夏目ちゃんは強いっすね。これさ、オートランニングで勝手に、ああ、一応やってくれるのか。場所は家にいる？あ、違うな、近くにあるだけか。じゃあクエストがあるわけじゃなくて、ただ場所が3箇所報告上がってるよっていうだけなのか。さあ、天の毛とどっちが近かったかな。あれ、こんなとこにアイテムあったっけ。ようやく封じられん。鬼の力覚醒したらあれかな、ウォッチスキルかなんかでさ、姫、あれ鬼の力使えるようになるのかな。でもさ、トーマくんも鬼の手持ってんだよね。それは関係あんのかな。ここ？え？いないけど。何も反応出ないけど。そっち？違うな、これ陽気汚染だ。うちのナビアンさんが、え、なんか合ってこと？頑張れ。あ、合ってたんだ。あ、合ってたらしいっすよ。動きが遅くなってんな。待って、ヒャッキーさん、そんなにやられてる？攻撃力が高いんだな。この上だとあるかな、遅くなるのかな。ちょっと合ってた。ずいぶん変なとこにあったね。あ、そっか、プチコンが手に入ったからあれですね、ちょっと防具強化したのもあったんだ。夏目さんの覚醒会ですね。そこ、そう、今切り替わったんだな。切り替えがすごい、あれ自然でさ、すげえなって思った。ミッチーのなんだっけ、極みだっけ、あれ倒す、普通に倒しましたね。で、なんかアイテム手に入ったんだよな。で、そのアイテム使うとまたなんかさらに強い
ボス級妖怪かなんかと戦えますみたいな、そんな感じでしたね。これただ中心でこうやって出てるだけだって、この範囲内だから、あれね。ん？さすがにこっちでしょ。で、この陽気汚染の中にいるんだね。うわ、あ、さっき俺多分ボタンを押してなかったんだな。だから引っ込まれたんだ。で、そう、中で戦ったから不利な状況で戦うことになったんだね。待って、ヒャッキーさんが、あの四天童子さんじゃなくて、あれいませんでした、今凍結さんいませんでした。強くね？みんな守りアップ、みんな攻撃アップ。とりあえず高見くん頑張って、追撃だ。ジータンやるじゃん、ジータン。ふう、いや結構強いよ、ザコにしてはっていうよりは。妖力まで上がらない。道傑先生も気をつけてください。道傑先生だった。なんだっけ、先生の時の名前なんだっけ、ガンリュウさんとかだったっけ。名前かっこいいんだよね。商店街通り。一回回復しよう。あ、待って。手のあれ剥がれてる。指切っちゃったっていうか、まあちょっとねサクッとやっちゃってさ。絆創膏してたんだけど、いらっしゃいませ。まだくっついてなかったね。なんていうかな、鉄のプレートみたいなのがさ、綺麗に上の皮をサクッて吐いてってくれてさ、まあ、そんなガッツリじゃないんだけどさ。地味にちょっと痛いんだよね。あとで絆創膏をやっとくか。なんか寝てる間に剥がれるのもやだな、うん、すげえところになるな。もう多分さっきね、これね R2 の長押しをね押すのやめたんだな、多分。だから吸い込まれちゃったんだな。ああなるんだね。治療の毒毒鍋。いこれいつら普通じゃない、もしかして。ああ、普通のこれあれっぽいな。ただの普通のこっちは陽気ですね。ほら、昏睡になってるもん。はい、紛らわしいとこにやがって。おキンコンゲーってやるじゃん。あとお願いします。やるじゃん。結構いったな、まだ。お、やるじゃん、ジャボー。どこだ、これか。これ違うな、コンタンだな。コンタン、あ、まあ、お、バトルって言ったから急に。いっぱいある。君違う、チャーリー。たまに戦うのがあるからな。あ、やった。Thank you。
おお。うわ、自販機が自販機なんだ。君がボスだね。あ、みんな変形使っていきましょうね。遠藤さんお願いしますね。守りアップ、みんな攻撃力アップ、そしてみんな変形だ。ゲート化なのか。いいね、みんな強いね、強いね。オッケー、あとお願いします。終わったか、君ご無事ですか。いや助かるわ。終わり？うん、でもやっぱり妖怪たちの音がいつもと違ったな。強かったね。はあ、はあ、あれ大丈夫。姫ごめんね、されてはいけません。そうだ、馬にでも椅子にでもなりましょう。じゃあ椅子になってもらおう。な、馬に姫のためとは、ええ、ステンドジ様が、下僕根性が染みついてやがる。ちょ、松尾を探す後で。お供いたします。寝たキャラだよね、ここまで来るとな。でもこうなるってことはなんかまだイベントあるな。だよね。運河橋は使える。そういうことか。ナビワンが暴走しているぜ。がっつり暴走して、なんかすごいルートから来てね、これ。ちゃんと動くまでにね、謎の動きをするからさ。あ、ここか。何をおっしゃいます姫、あなたの行く先ならばどこまででもお供します。うん、そんな、それは困ります姫、あなたこそ我ら鬼族の希望なのですから。かつて鬼族は最強の主家様のもとに屈強の戦士たちが妖魔界を治めていました。しかし突如現れた空泣きにより多くの戦士が死に行きました。そして戦士を失った鬼族は没落し、妖魔界の支配権はその他の種族に奪われた。姫を覚醒させ鬼族が再び妖魔界を支配する、それが我ら鬼族の悲願なのです。姫、妖魔界を支配しましょう。はい、しかし随分お疲れのご様子で。姫の命令だから。ずるいよ、そういう時に命令使うのは。ぐぅ、メラメラいいよ。道決先生、道決でも道決先生でもうあれなんだね、固定なんだね。あ、道決がまさか。道決、お前気安く私神魔道決、姫を守ることもできず、人間たちから妖精権を奪い取ることもできず、それでもかつてその強さと残忍され、妖魔界に名を知らしめたあの四天王子か。姫を覚醒させて妖魔界に支配する、それが我ら鬼族の悲願。その使命お前が果たせるのなら。四天王子、お前を倒す。道決先生、裏道決先生が負け、これ負けフラグだよ。すげえ、四天王じゃ、おら、超刀狩り。これ、か、疾風ステップ、あ、避けるんだ、超刀狩り、おら、
グレードか。鬼しぐ。これ勝っても負けてもあれだな。多分負けるイベントだよね。でもいいな、四天道場を動かせるのは楽しそうだ。鬼しぐれ強っ。鬼しぐれ水技なんだ。覚悟せよ凍結超刀狩り。鬼聖剣、鬼聖剣連発できるからいいな。超刀狩り。普通の攻撃はあれなんだね、 YP 使わないんだね。ほら凍結先生、あ、勝ちでいいのかな。一応負け指かと思ったけど、お、勝った。これほどの力を持つとは、さすがだな、主天道寺よ。お前が相手だからな。さあ、とどめを刺せ。お前は失うには惜しい手駒だ。取り付いた空なきウイルスさえ排除できれば。ぐっ、ぐっ。それが覚悟が足りぬということだ。この男はもはや手遅れ。貴様、空なきか。空なきか、よくも凍結を。私が憎いか。いいぞ、もっと憎むがよい。貴様の憎しみが己そうする、お前なぞ決めたけど。おお、凍結先生、自爆した。あ、じゃあ分かった。坂見くん、凍結先生。あ、凍結。主天道寺様、覚悟を決めるのです。決めるのです。空なきなどに姫を奪われてはなりません。凍結先生、私が抑えているうちにこの見事空なきウイルスを。そんな、すまぬ、凍結。凍結。凍結先生。主天道寺様、無礼な言動の数々お許しください。分かっている。目的のためなら部下の命など切り捨てる。それが本来のあなたのはずでしょう。我が主は覚悟を決めてくださった。妖魔界を鬼族の手に取り戻す。そのために姫と、そして鬼族の未来を。どうか、ああ、この命我が主のために捧げられて本望です。凍結、お前の思いしかと受け止めた。我ら鬼族の日、凍結先生。そんな泣き、主か、鬼族最強の妖怪だったって言ってた。おっと、パパだ。お父さん、普通に話、おい、ついにあれか、未来の
お父さんとお母さんと話を。そうだよね、このでもこのルート通ってない可能性があるからね。どこだ。あ、場所わかんないだけか。ん、どうしたなつめ。ちょっとね、ふみちゃん面影あんまないよね。うん、無理してきると疲れちゃうからな。うん、お父さん今日も言うこと普通だね。ひでえ。お父さん、私にしかできなくて、でも全然普通じゃないことがあったとしたら私どうしたらいいと思う。うん、そうだな、やってみればいいよ。いや、やってみればいいんじゃないかな。適当。ええ。おお、お父さん昔はいろいろやったもんだな。あちこち友達と冒険したり、秘密基地を作ったり、懐かしいな。お父さんたちは子供の頃はよく変わったことを起きてたもんだな。うん、うん、ケスケも何か言ったか。あれ、ケイスケも知ってるんだっけ。妖魔界はわらわが守る。おや、声が出てきた。もう一人の僕システムか、もしかして。なんて言ったの。私覚醒する。ここだけ聞くとなんかちょっとあれネタっぽくなるけどさ、前後の話を聞くとさ。そうだ。おいおい、ねえ、うん、やってみてもいいんじゃないかな。おお、同じこと言ってる。 あ、でもこうやって見るとあれか、ふみちゃん顔があれか、面影あるか、髪型が違うからちょっと変に見えるのか。ドケツ先生が言っちまってよ。お、そんな。いや、どけた自分の使命を果たしたまでのこと、姫がお気になさることはありません。うん、うん、あなたが覚醒を決意してくださったなら、私もあなたと共に行きましょう。必ずや、はい、仰せのままに。仲間になったわ、もしかして。嘘でしょ。四天童子仲間になったわ。ありがとう。待て、感じですね。俺姫に使える。そうだね、はい、よし。さあ姫。おう、こちらです。なんと、これは見事な。この世界にこれほど美しい場所があるとは。ああ、こいつはすげえな。連れ出してくれたこと感謝するぞ。お気に召されたようで何よりです。うむ、そなたの誘いがなければわらわがここに来ることもなかったであろう。もっとまだ見ぬ世界を見てみたいものだ。それがあなたの願いなら必ず。頼もしいな。そなたらがいれば叶うかもしれんの。はい、あなたの望むままに。んー、その時はまた皆で参りましょう、この大樹のもとに。あ、その日が待ち遠しいの。ああ、じゃあこの大樹を目指すのか。鹿様。ああ、また夢。また夢。あれは横にいたのは誰。ね、主典同士とかじゃなかったもんね。また別の人だ。人？うん。じゃその場所行ってみましょうってことですね。5本の、あ、そうか、妖精剣か。朱雀蒼天山玄武宝典部不動雷鳴剣だけど、1本相模くんが持ってるな。使えないなとか。アシラ五円丸は俺が持ってる。これでよかった。あー、白虎大霊槍槍じゃねえか。いや、すでに道化が調べていた。さすが。
霊剣理、これがあれか、大樹のところ影がこいつはくれてやる。おう、さすがだ、さすがはりだな、四天王じゃなだけあるぜ。どういうこっちゃ。で、霊剣林の鍵はどうやら商店街に。なんでやん。よし、あ、そうか、入団っていう扱いになるのか。はい、どうやって鍵を見つけたの。それは秘密で。悪い顔してんな。そんなこと言っちゃったらさ、メラメライオンと四天王寺は変わるんじゃないね。えだよね、 S 級だもんな。ラブ、あ、まあそっか、姫ラブか。超刀狩り、あ、腕力、余力を超ダウン。へえ、疾風ステップ、鬼しぐれ。あ、本当だ、水技だ。ちょっと待って、そうしたら、メラメライオンさんお疲れ様でした。外す、四天王寺メインでいいか。ジャーボー、こうで、ジャーボーがいいもん持ってたよな。剣豪の刀、メダマンボウが9、すげえ HP が満タンだと腕力や容力アップ。これ2つじゃ、あ、これあれだっけ、多分鬼太郎のクエストで手に入ったやつか。で、四天王寺のあれで効果にもよってさらに上がるんでしょう。すげえじゃねえか。いや、頼もしいですね。いい感じ、いい感じ。これ誰のあれがニューになってるのかがわかんないんだよな。これが、まあ、姫のスキルなのかな。結界ドーム、軽減する。ああ、そういうのを覚えさせてもいいのかな。ポイントが足りないのか。3人から吸えるってすごいね。昏睡確率、やるじゃん。味方常に回復とかって書いてあった？すげえな。さて、どうしようか。霊剣林に行くのは次回にしようかな。まあまあいい時間。まあ次回にしましょうね。では、お疲れ様です。ありがとうございました。さよなら。